ナマズ。はい、皆さんどうもやってまいりました。バイドーやです。ということで、皆さんいつもチャンネル登録、高評価、コメントありがとうございます。引き続きで、まだチャンネル登録と高評価押してないとぜひよろしくお願いいたします。ということでですね、昨日ちょっとショックなことがあったんすよ。マジで最悪。昨日ね、じいさんからね、ツイッターから、フォローいただきました。ありがとうございます。まあ、それはいいんですけど、昨日9時にね、夜の、21時かライブ配信やってたでしょ。あれ参加もらっとったっすよ。招待もらっとったのにもかかわらず、まあ仕事なんで、まあしょうがないよなってことでですね、まあ僕やったらあのライブ配信めっちゃおもろいことできたな。一人だけ全部一気しとったかな。うん、俺酒、うん、酒強いし集合やから。うん、あとみんなライブ配信喋ってる中、一人だけプロスピしとったかな。うん、Vロード進めるわっつって。めっちゃおもんないやん。てなわけで、本日の企画は、多分ね、この動画が上がった頃には、シリーズ2に完全に移行されてるということで、村林最終回送りたいと思います。今回村林いつき、最終回ということでですね、ランク戦で村林いつきに暴れてもらおうかなという、大企画でございますので、皆さんね、ぜひ、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。ということでですね、早速ちょっとランク戦潜り込んでいきたいなと思います。まあシリーズ2、まあ、2022年シリーズ2がね、はい、出てきたということでですね、で結局2023年、シリーズ1は村林出ませんでした。あ、ってことですね、多分シリーズ2だったら村林がね、また覚醒して出てくるんじゃないかなと。はい、何つもね、今も2割何分分からんけど、まあまあまあ結構ね、試合数もあるので、まあミッパー総力、守備適正きっとね、結構上がってくると思うんでね。はい、村林いきなり出てきたらおもろいな、これね。ショート適正で、いやー楽しみってことで、早速ね、ちょっとこの村林を、使ってリアタイ暴れてもらいますので、きっとねメインでね、使ったら村林が暴れてもらうのを期待してますので、皆さんぜひ最後まで、よろしくお願いいたします。見届けてや、最後まで行くぞみんな。ランク戦に行くぞ、あの言葉に行くぞみんな、せーの、引き肉でー。さあ、マッチングしました、オズワールドさん、よろしくお願いいたします。ということで、いい試合になりそうだ。さあ、当然だから一番バッター村林で頑張っていきたいと思います。改めましてね、ちょっと村林の自己紹介させていただきます。まあ今ね、登場曲、ディアスを使わせていただいております。前はね、ピリカピララなんちゃらら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 、まあそのね、応援歌を使わせていただいてたんですけど、まあね、もう飽きたんでね、ちょっとディアスさんの、登場曲を使わせてもらって、ね、入った、よし。今ちょっと入った思った、マジでこんだけ低難度を使ってるプラス BBU にとっては俺だけちゃいますか。頼むソディ、ソディの威力、このパワー。さあ村林は帰ってくる、めっちゃ速い、ありがとう。まあ村林総威力 A で来てもおかしくないレベルの足の速さなんで、みんなよろしくお願いします。さあ、ここはでも先制点ぶちかまして、いってきやー、ストライク流してる。さあ、これもライトいっていく。さあ、打撃好調、追加点取っていくよ、どんどん流して、あー落ちる落ちる落ちる。まあ運もね、実力のうちなんで。さあ、ここで迎えるバッター村上さんでございます。さあ、集中して打っていこう。やらかした、ごめんごめんごめん。大丈夫だ今の、ほんまになんか相手も大パンもやで、今のキャッチャーは絶対ないわ。俺もあんなやされたらもう大パン100連発やわ。オッケー、しかもまたまた点数入れられるっていう。あとホームラン2本で、まあコールドケースで、まあこれで終わりにしようか。うん、これで終わりにしよう。あかん、ごめん、それやめて、決勝帰ろう、マジかよ。さあ松市から攻めていこうか。さあ松市から、おいしょ。さあ、これ取るよ、これ取るよ、これ取るよ。何してんねん、マジで。今のてっちゃん取ってもらうの結構困るわ、マジで。さあ、これ取るよ、ライト、オッケー、ナイス。バーバーバー、オッケーオッケー、バーバー。ハッピーバースデー、バースデー、ハッピーバースデー、バースデー。はい、ありがとう、はい、ありがとう、はい、ありがとう。出してねー、それはないやろ、村林。俺は狂気
厳しいぞ村林マジで。はいはい、村林俺今日厳しい。はい、村林をセカンドにしてショート、坂本ちゃん OK。 はい、ということで、山田のてっちゃんが罰則交代ということで、はい、よろしくお願いします。さあ今日取り直して、はい、フォークボールからやっていきたいと思います。さあフォークから、さあこれ取れる。村林お前何通り過ぎてんねん。高速スライダーから、はい、高速スライダーからしっかりと。さあこれはさすがに村林、お前何してんねん。お前セカンド大丈夫かおい。適正ついてるよな、ちゃんと。オッケー。さあ奪三振ショーのここのフォークボールがめっちゃ強いっすよ。さあこれでしっかりエボール球なるんで、はい、はい、はい、えぐい、えぐい、えぐいてー。おい同点だったやんけ。行こうか、外角フォーク行って、オッケー、ナイスピッチ。おいしょ。これはさすがに悪い、さすがに悪い、さすがに悪い。なんでやねん、お前ら。おい、理由が雑魚すぎやろ、マジで。どうなってんねん、おい。次こそいける、次こそいける、次こそ。よっしゃ、キャッチ。メガネ合ってるか。オッケー、古田さん、ナイス。古田さん、メガネ合ってたわ。古田さん、なんて、なんて、古田さん、なんて。あ、メガネじゃなくて、双眼鏡つけてきた。あー、それはあかんわ。ちょっと待って、集中させて。オッケー。頑張るぞマジで。集中。はい。さあ本日主役の村林使っていきたいと思います。さあ片身打ちはなぜか出てない。流して、さあこれで源田、源田そこで出すなよ。 0.01 ミリの源田の 0.01 ミリ。さあ今日取り直そう。やばい、 OK。ボール球ヒットも、技術なんで。さあワンツリーギータシフト。さあこのね二遊間を狙っていきたい。さあこれでもしっかりと返ってくる。さあこの台を白熱してるね。さあみんなこういう試合を待ち望んでたろ。もう俺が圧勝しすぎたらマジでおもんない試合になっちゃうんで、相手にワンと点数取らせて、捨て捨て、さあなんでやねん。片しいやで相手。ちょっとね、シーズン1からシーズン2に行こうということで、最後のランク戦ということでですね、ちょっと藤川さん出させていただきます。もう最後のねランク戦でございますので、もうね絶対に勝ちたいというね、はい、欲が出ております。はい、よろしくお願いします。ここでストレートで、はい、もう完全にこれでフライなんで、完全に、はい、フライ上げちゃうよねーそれー。めっちゃ強い藤川さん。新しい方取りに行ってません、すいません、よろしくお願いします。さあここツーシームから、はい、出まってくる。ツーシームだけでほとんど勝てるんで、はい、はい、おお、まあこの高めやね。そしたらおいしょ、はい、でかい、マジ強いねんけど、ほんまに。ストバース、あかん、最後の最後で歌わなあかんのか。いくぞ、ハッピーソングライター、ヤンが歌います。ババババースバーババ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 バ、ありがとうございました。ボーズワールドさん、ありがとうございました。さあ久しぶり、ちょっとヒーローインタビューでも。あ、どうも、外なんですけど、ちょっと、そんな集まらんといてや。カメラ何台あるんこれ、7台って。